月の突撃、本日は堺ビッグボーイズグラウンドからお届けいたします。宮本くんのピッチングフォームを披露します。これはひどい。ツッキーの突撃で、どうかな、どうかな。ああ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。もうちょい近づいてもいいよ。はい、どうぞ。ドッキーの突撃、本日のゲストは上津大和投手にお越しいただきました。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。まずは野球の質問から入ろうと思うのですが、はい、上津選手は途中入団ながら、もう先発ローテで、もうずっとフル回転、もうほぼフル回転ということで、このシーズン、今まで、9月まで、はい、どのように、どのように、どんな感じですか。どんな感じ。そうっすね、まあカメラ向けられて緊張すんの、ね、苦手やから。マックス100点やったら今何点ぐらいですか、自己評価としては。自己評価、40点ぐらいですか。もっとできたかなっていうのと、成長した部分もあるんで、大西さんと藤原さんに出会ってまた違った野球感だったりとか、違った知識が出て、また成長できた部分もあるんで、そこはまあ良かったかなと思ってます、はい。具体的にはどんなところが今までのチームと違うなと思いました。今までのチームですか。あ、もう雰囲気はもう全然もう堺市 X の方がいいですね。で、楽しそうに野球やってるんで、大西さんが楽しく野球やれよっていう方なんで、僕が今まで独立でやってきて、あんま楽しいっていう感覚はなかったんですけど、で、大西さんが PL とかで厳しいところで野球やってきた人が楽しく野球やれよっていうのがずっと引っかかってて、まあそれを今シーズンずっと考えとって、で、まあその楽しさがちょっと分かったのかなっていうのが8月9月あたりだったんで、それでまたちょっとさらに成長できたなと思って、はい、思ってます。何が楽しいっていうのはどうみたいな。前はなんかめちゃめちゃ自分にプレッシャーかけて、それに打ち勝つのがちょっと楽しかった部分もあるんですけど、まあその分きついんですけど、まあでも純粋にも野球が楽しいなみたいな。ただ単にボールが投げるの楽しいし、バッターと勝負するの楽しいし、と純粋になんか野球始めた頃に戻った感覚、そんな感じになったんで、まあ、こういうことだったのかなみたいなのはすごく今感じてます、はい。雰囲気のいいチームということで、はい、なんか普段過ごす中で特にこの人とは仲がいいなっていう感じがあります。特に仲いいか、そうだな、本庄とか早とかはよくご飯行ったりします。本庄は去年から同じチームだったんで、そういうのもあると思うんですけど、あと同い年だし、あと結構野球の話とかもするんで、そういうのも、はい、結構話します。ウェイズさんだからこそ知っている本庄さんの一面とかありますか。言っていいんかなこれ。あ、意外とあいつふざけキャラっす。影で結構ちょけてますあいつは。ウェイズさんも実はちょけたりされますか。あ、はい、多分。なんか真面目なインタビューになっちゃった。もうちょっとちょければよかった。いや、あるよあるよ、チョケさす、チョケさす質問が来ると思う。チョケさす質問来るっすか。じゃあ、恒例の好きなタイプを伺います。好きなタイプか。好きなタイプは、可愛いっていう人よりも綺麗な人が好きです。嘘。綺麗な人。芸能人で言うと、あ、この人めっちゃ好き。芸能人か。これ僕、ちょっとブレない人がいるんですけど、うん、西内まりやさんが。ああ、ほんまにブレなさそう。ブレないっていう感じやね、それ。中学校ぐらいからちょっと好きです。私ら中学校ぐらいの頃からね、なんかテレビとか出られてましたもんね。わ、はいはい、あ、西内まりや、恥ずかしいな、これ。西内まりやさんが、そうですね、なんかすごい、めっちゃイメージ的にはなんか私勝手になんかめっちゃ日本男児みたいな、もうザ・日本男児みたいなイメージだったんですけど、はい、意外とちゃけたりするよみたいな感じですか。あ、ちょっと去年はちょっと緊張しないとダメだった。まあ今も緊張しますけど、
緊張して自分を追い込まないとプレーができなかった部分もあったんで、それまでちょっとまあ周りからしてるとピリピリしとったみたいな感じもあるんですけど、今はそんなこともないんで、まあ試合前もリラックスっていうか、まあはい、楽しくできてます。今年は丸くなった上田さんが丸くなったんですか？いやもう顔つきは全然ちゃう。あでも入ってきた時とゲームの時は戦う顔あそれはしてるといいんですよ。全然いい、はい、戦う上田さんをグランドではもうぜひ、はい、ファンの方にご堪能いただければと思います。はい、はい、ありがとうございます。ということで最後にとファンの皆様へシーズン残り少なくなりましたが一言メッセージをいただければと思います。はい、もうシーズンも残り少ないですけど、今まで応援ありがとうございますっていうのと、これからも応援よろしくお願いしますっていうのと、ファンの応援があって野球ができてたりとかすることも独立3年目ですごい感じているので、すごいありがたいなと思って野球してます。本当にありがとうございます。これからもよろしくお願いします。最後にもう一つ恒例行事がございまして、はい、ご家族の皆様にメッセージをいただければと思います。お母さんスペシャル、お母さんスペシャル、この年まで野球やらせてもらってありがとうございます。もう同い年で野球やってる人も本当に少なくなってきたんで、なんかもう野球やれてることがもう本当に楽しいっていうか、楽しめてるのも家族の支えがあってなんで、本当に中学高校ぐらいは本当に助けてもらって、大学でもいろいろやってもらって今も野球できてるんで本当に感謝しています。まあ、残りシーズンも少ないですけど、悔いが少ないように、まあ、あとどんだけ野球できるか分かんないですけど、野球人生が悔い少なく終われるように頑張りたいと思うので応援よろしくお願いします。ありがとうございます。もう上付けの皆様でもご覧いただきますありがとうございます。ということで本日のゲストは上津大和投手でした。ありがとうございました。めっちゃよう喋ってたやんかめっちゃよう喋ってた、ありがとう。大丈夫、バットは大丈夫、グローブはさらわれたら嫌やけど、あ、ちょっと待って、そこで振ったらほんまに危ない。バット長お、いい感じで触れてるよ。お、いい感じ。お、いい感じやもん。右打ちやねんな。宮本。宮本。何されてたん今。教育です。え、教育されたん。え、誰が悪いん。旬です。ああ、何したん。あんま特に何もしない。でも教育あ、まだしばかれだ。どこパワハラ。何何歯出すな、歯出すな。カメラ越しに俺自身に何か言うことがない。そろそろ行きます